スーパーコンタフレックスは、ドイツ連邦共和国のカメラメーカー、タイス水イコンのブランド及びそのカメラである。戦前のフォーカルプレーン式高級 2436mm、2眼レフカメラ、戦後のレンズシャッター式普及版 24X36mm 版、1眼レフカメラ、フォーカルプレーン式インスタマチック1眼レフカメラがある。この3つは、同名ではあるが別物であり。 システム互換性は全くない。コンタフレックス 2436mm 版。設計主任はフーベルトネルビン。世界で初めて電気露出系とセルフタイマーを内蔵したカメラであった。本国での価格はゾナー 5CMF1.5 付きで765マルク。日本では1936年から発売された。1000円で一軒家が買えた1936年。 当時の低価で、テッサー 5CMF2.8 月1640円、ゾナー 5CMF2 月1825円、ゾナー 5CMF1.5 月2200円と非常に高価だった。形状から日本では、ダルマの俗称がある。専用、バイオネットマウントを備え、交換レンズは、ビオゴン 3.5CMF2.8、オルソメター 3.5CMF4.5、 ゾナー 5CMF1.5、ゾナー 5CM 界に、テッサー 50mMF2.8、ゾナー 8.5CM 界に、トリオター 8.5CMF4、ゾナー 13.5CMF4 がある。フォーカルプレーンシャッターは以前は、コンタックスと共通と言われていたが、実際には、かなりの点が改良されている。シャッター速度は1、2から1000秒。ファインダーレンズは、 スフェル 8CMF2.8 でピントガラスに平凸レンズを使用して拡大している。ファインダー視野全体で 5cm の撮影範囲を示し 8.5cm と 13.5cm の枠がある。3.5cm を使用する際は外付けファインダーを使用する。また速射のためアルバダファインダーも装備している。露出系の表示はファインダー左側に出る。日本では 歌舞伎俳優の六代目、小野菊五郎が所有し、楽屋の飾り棚に並べてくる客に、どうでえと自慢し、弟子の一人が、親方、いつ写真撮るんですかと聞いたところ、べらぼうめ、あんなもんで写真が撮れるけという返事が返って、来たという逸話でも知られている。2436ミ、mm、リメートル版。 シリーズ全体で140万台を売るベストセラーとなり、西ドイツのカメラ市場を一気に一眼レフ化に傾けた。レンズシャッター式。一般に普及機と評価され、実際に本国での位置づけはその通りであったが、現行当時日本国内では、ニコン F がオートニッコール50メートル MF につきで67000円で、あった時にコンタフレックススーパーは96500円と、高価であった。 レンズは、テッサー、シャッターは、コンパーを搭載する機種が多いが、コンタフレックスアルファ、コンタフレックスベータ、コンタフレックスプリマのみレンズは3群3枚、パンター、シャッターは、ブロンターを搭載する。いずれの機種もクイックリターンミラーではない。最後まで、クイックリターンミラーは採用されなかったので、いずれの機種でもシャッターを切ると次にフィルムを巻き上げるまで、画面は真っ暗になる。 以下はテッサー 45mMF2.8 装着モデル用マウントアダプターを介して使用するスーパービーツアイス830単眼鏡ポロプリズム仕様以下はテッサー 50mMF2.8 装着モデル用前玉交換式以下はパンター4 5ル m f 2 8装着モデル用前玉交換式インターチェンジャブルマガジンバック後期型 ありがとうございます。